今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネルミニ。今回は山形県の山形城を紹介したいと思います。山形城は天守閣もなく目立った建物もないので、そういうのを期待していくとちょっとがっかりするかもしれません。しかし近年は発掘調査もいろいろと進められており、堀や縄張りは王子の面影を取り戻し、大手門などの一部は復元もされているため、意外と見るべきところは豊富。しかも城内の博物館以外は全て無料で見られるのでかなりお得。公園として無料開放されている山形城をぜひ満喫していただければと思います。ちなみに山形城内で個人的に一押しなのがこの最上義明公像。この像は非常に珍しいもので、3トンもの総重量がありながら馬の後ろ足だけで立つという絶妙なバランスでできているもの。しかもこれは市や県が出したものではなく、一企業が寄贈したものです。その企業というのが山形を代表する電禄。そう、豆は電禄のあの電禄です。というのも電禄の創業者鈴木電禄さんが、どれだけ難しくても馬の後ろ足だけで立つ銅像をという希望を出したところ、それに山形の職人たちが全力で応えた結果生み出されたというものです。おかげでお金はかなりかかったそうですが、全国でも有数の威容を誇る銅像ができたということです。ちなみに山形には電禄の山形限定商品もあるので、お土産物にはそれを買ってみるのもいいかもしれません。それでは次回またお楽しみに。